新潟のワイワイガーデンっていうところにある安田ヨーグルトのアイスなんですけど、もうどこのアイスよりも美味しい、絶対今のところ。これね、何回食べてもびっくりする。これ今半分食べちゃったんだけど、本当に美味しくって、新潟の阿賀野市にあるんですけど、本当にすっごい美味しいから、もう食べてもらいたい。キャラメルがけのなんかヨーグルトワッフルソフトみたいな、ここに焼きたてのあったかいヨーグルトワッフルが入ってて、これがね、美味しいの。濃厚なソフトクリームが好きな人はすっごいおすすめ。うちの娘のミミは結構あっさり系のソフトクリームが好きなので、ここに来るとこのワッフルだけ頼んで食べてます。今買い物に来ました。今日はなんか魚を食べたい気分だから、美味しい魚があるといいなって思ってます。ここはね、業務スーパーですごい安いの。ちょっと買うつもりがね、やっぱりいっぱい買ってしまいました。今からお米を精米します。お米を全部入れてからお金を入れてください。お金、間違えた。お米は全部入れてからです。まあいいや。これね、お米をこの中に入れます。いつも実家から玄米をもらうんですよ。で、ちょっと半分は玄米で取っといて、もう半分は白米にするんだけど、まあ、今回全部白米にします。玄米です。これは30キロあります。お好みの発芽ボタンを押してください。で、本当は上白にすると一番白くて美味しいんだけど、全部栄養がなくなるのが嫌だから、いつもね、7分とかにしてるんだけど、ちょっと標準にしようかな。一苦労ですね。手伝ってもらえる人がいるときは手伝ってもらったりするんだけど、やっぱりね、誰も頼む人がいないと大変。あれでも30キロだから、ミーミーと同じぐらい、ミーミーのこと抱っこできるかな。今日のお昼は今スーパーで見て398円の海鮮丼買ってきました。美味しそう、安い。こちらは結構安いけど、ここ新潟なので安くても美味しい海鮮丼とか結構スーパーにいっぱいあるんですよ。今日は海鮮丼を食べたいと思います。いただきます。喉乾いた。美味しい。よし、洗濯ができました。なんか最近洗濯を2回に分けてやってて、白物と柄物を分けてます。前はね、全部一緒にやってたんだけど、この真っ白いタオルがどんどん黒くなっていくのが嫌で、最近は分けてます。本当に
買ってよかったなって思うのがこのドラム式洗濯機。前は洗濯終わったら干すのがもう嫌で結構時間かかるし、だけどドラム式洗濯機にしてからもう干さなくてよくなったから本当に買ってよかった。これはもう本当に最高なんか梅雨の時期でも雨の日でも生乾きとかもないし、あと体操着とか洗い忘れてたみたいな時とかでも朝もう急ぐんだったらね、もう手洗いしてあと脱水と乾燥だけかけちゃえばもう30分ぐらいでできるし、すごくいい。あと同じ服を毎日着れるみーみーは毎日同じ服着てるけどちゃんと洗濯してます本当にね、夜洗濯したのが次の日朝乾いてるから、お気に入りは毎日使えるミニマリストにとってはいいかも。正直なんか服一着でもやっていけそう編集をしたいと思います。これねちょっと前に買ったんだけどすっごい便利で、 AirPods、 今までほら線がついたイヤホンだったんだけどこれは無線なのですごい楽。ミーミーにね編集中に呼ばれても、前はあーとか言ってこれ行かなきゃいけなかったんだけど、今ねこのまま行っちゃうからまあいいやこの間スイミング行ってきたのでスイミングの動画を編集してます。今ねこれ途中までカットしてるんだけど、いらない場所をカットしてます。その後は他の子供たちがいっぱい映ってるからモザイクかけて、あとは効果音入れて BGM 入れて仕上げていきます。今日間に合うかな。いや玉ねぎ切ったら涙が出てくる。今やっとちょっとツーンってしたのが収まってきました。今日はねもう超大急ぎで作ります。編集してたらね結構時間かかって6時になっちゃって、でも今日は完成しませんでした。なんかスイミングの動画を作ってるんだけど、もうね周りの子を隠すのが結構大変なんですよ今日はね玉ねぎとナスとバジルのカレーにしようかなと思って、今ミミがバジルを摘みに行ってくれてます。こんにちは。今はね、ママがバジルの葉っぱ取ってきてって言うから、食べられてるのもいるかな。私結構ジャガイモとか入れるカレーも好きなんだけど、夏野菜のカレーが好きで、ナスのカレーは美味しいんです。今日はナスいっぱい入れます。あナス、私昔ねここでズポってヘタを取っ切ってたんですけど、ここね。だけどなんかここは栄養がすごいたっぷり入ってるところらしいので、こうやってねこうやってヘタ取るんだって。そしてここをこうやって取る。ここが栄養たっぷりだから、ここを捨てるのはねすごくもったいないってなんかで聞いて、それからこういう風にちゃんと切るようになりました。ちょっとニラも入れちゃおうかなと思います。こんな組み合わせのカレーは初めてなんですけど、ちょっとニラも入れたら美味しいんじゃないかなって。でもバジル入れるよ。やっぱやめようかな。バジル入れるのにニラ入れたら変だよね。変だよ。変だよね。やっぱやめた。バジルやめた。うん。ニラやめた。ニラは味噌汁作る。ここ折れてる。ほら、かわいそう。また肉入れるの忘れた。どうしよう。じゃあシーチキンを入れることにします。シーチキンはいつもこの食塩無添加オイル無添加を使ってます。ちょっとこの水分もそのまま入れちゃう。てかこんな料理ねほんと作ったことないからね、初めてでも大体合うと思う。ナスとシーチキンと、あ、飛んだナスとシーチキンとバジルは合うと思う。さっきのニラで味噌汁作ります。もうニラたっぷりのニラ玉汁を作ろうと思います。この味噌がすごく美味しいんですよ。無添加の越後一の味噌でも何度もリピートしてる味噌で、これをこういう容器の中に入れて使ってます。これ白味噌と赤味噌があって、今回は白味噌だけど赤味噌もね結構美味しいんですよ。
私ね、結構だしはこの化学調味料食塩無添加っていう本カツオだしを使ってて、これは小さじ1杯ずつ小袋に入ってるので、だいたいお味噌汁作るときはこれを1個入れて、なんか大きいのを持ってたときよくなんかしけちゃって、最近はこれにしてます。お、すごいミーミー、収穫ありがとう。ナス結局持ってきたんでね。すごいじゃんミーミー、大きいナス。で、今日買ってきたナスよりでかいじゃん。そうなの？うん、今日ミーミーほら服も紫でナスっぽいじゃん。え、すごい、バジルもたっぷり、ありがとう。これはね、麹が生きてる味噌で、生きてる味噌ってこうやって本当に密封しちゃうとパンパンに袋が膨らんじゃうそうなんですよ。こう発酵してるから空気が出て、だからこのスーパーとかに売ってる本当に密封された味噌は麹がなんか生きてないって聞いた。言っていいのか分かんないけど、で味噌はね、いつも私こしてない、なんかもうこういう風にお玉の中でこうやって味噌を溶かして、だんだん溶かして入れていく感じです。味噌を入れたら絶対沸騰させないっていうのがコツです。沸騰させちゃうと味噌の麹菌かちょっと私もよくわかんないんだけど、それが死んじゃうそうなんですよ。だから味噌入れたら絶対もう沸騰させない。卵を入れります。あ、おかえり。こうやって火をつけてると沸騰させないようにしたいんだけど、卵がねだんだん固まって浮いてくるので、こんな感じ、はい、こんなでいいですね。うん、ドライカレー風、水分は何も入れてません。このカレールーがほんのちょっとだけあったんだけど、超ちょっとだったからこの SB のカレー粉を入れたんだけどね、これ結構辛いのね。ありがとうね。まずはニラは落ちた。美味しくなるかな、ちょっとカレー心配だけどさ、こういうカレーあるよね。ないよ。バジル入ってるカレーあるよね。あるの？うちはね、ニラは口の上にくっつくから、ニラを取ってみんなのところに分けるの。ほら、ニラちゃんと食べな。食べる、ほらいっぱいあるじゃん。じゃ減らさないの。ニラあげる、ニラあげる。うん、おいしい。バジルがほんとおいしい。うちの愛情がこもったやつ。バジルもっと入れよう。愛情こもってるからね。びっくりした。ありがとうね、ミーミーが育ててくれたバジル。なんかさ、プロフェッショナルで言ってたんだけど、ジェラート屋さんのやっぱりこうね、食べた時にびっくりするっていうのが本当の美味しさ、そういうのをやっぱ追求してるっていう。今ね、バジル入りカレー食べたらね、びっくりした。プロフェッショナルとは未知の世界を探求して新しいものを作り出す。それまさにうち。うちのこと言ってるね。あなたそうね。よし、オッケー。オッケー。カレー超カレー。いただきます。ご挨拶どうぞ。いただきます。うん、やっぱりね、子供には不評でした。辛いって、辛すぎるって。SB のカレー粉さ、ちょっと辛いんですよね。だから前はさ、辛くないカレー粉をネットで買ってたんだけど、ちょっと今日なくて、やばい、ダメかな。俺ここを入れても辛い。美味しいけどね。でもこれはおすすめしない。なんかナスが水っぽいっていうか、ナスはドライカレーやつじゃない方がいいかも。まあ私は美味しく食べれるけど、まあ家族に不評だったので残念。まあそういう時もありますね。おいしいよ、おいしいよ。どうですか？すごい辛いけど、口から火が出そうだけど、うん、辛いのがなかったら好きだったかな。辛すぎたね。今夕ご飯のお片付けも終わりました。ミーミー、ミーミー汗ベトベトじゃん。暑いママって。一緒に風呂入って寝たいと思います。昨日はあんまり眠れなかったので、もう今日は9時には寝ようと思います。じゃ今日は
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。ミミチャンネルも見てね。